こんにちは、プラスアミューズです、今日はですね、はい、乳酸菌スープ、これ、はい、私がずっと飲んでいるという、あのフェイスブックで見ていた、はいはい、不思議な乳酸菌スープです。どうぞ飲むんですか？飲んでください、はい、あの食前とかで飲んでいただいてもいいですし、うん、まあ、あのお腹いっぱいの食後に飲んでもらうとより乳酸菌が、うん、どうですか？酸っぱい、うん、乳酸菌の酸っぱさ、うん、簡単にできるんですけど、すごい微生物たちがいっぱい、うん、でも酸っぱいけど、うん、なんか奥に甘いのいてる、うん、それはもう、うん、オリゴ糖ちゃんになってるからかもしれないですね、うん、食物繊維。あ、でも飲みやすい、うん、あの夏とかさっぱりすると思うんですよ、うん、あの食欲ない時にもピッていけそう、うんうん、ここにちょっとだし醤油とか入れたら、うん、冷麺のスープとかにもなるの で、うん、でコチュジャンちょっと溶いてもらったらビビ麺になったりとか。おー、はい、で乳酸菌スープ作ると残骸っていうか副産物が、はい、できるんですよ。で副産物はどっちかっていうと、あのお漬物になるんですけど、あのすぐきとかがお好きであればすぐきっぽい味になるので、中身の具材ももちろん食べれるので、で私とかはもうスープにそのまま入れて刻んで入れて食べるスープみたいにして飲んだりするんですけど、これですね、はい、それは大根葉です、うん、あ、キャベツ、うん、あの、うん、お醤油かけなくっても食べれるんですよ、うんうん、白ご飯にかけて食べたら、うんうんうん、さっぱりご飯食べれる、うん、揉んだりなんやかんやして時間経ったりとかなく、うん、もうスープができたらこれも出来上がるというやっぱりこうその体の中 の、 そのご飯食べたりとかしてどっちかって腐敗よりっていうのはアルカリ性よりになっちゃうんですよね。鉄分とか食べ過ぎるとその酸化っていう風に言われるんですけど、でこういう乳酸菌スープとかを飲むと、うん、あの乳酸菌がきれいに掃除してくれる。私の体の中にはなのでちょっと芋だれしたなとか、焼肉食べた後とかはクッと飲むと本当に胃がスーってそんな感じするでしょ、うん、詰まりをスーッと下に下ろしてくれる。だから私とかやったらその乳製品が弱いので、うんうん、もうこれは大活躍だから、うん、汗かいて帰ってきた時もちょっと一口飲むとか、うん、ねちょっとこう酸味があるから体もさっぱりシャキッとね、うんうんうん、だからこうよくね堀先生が言ってみたいに汗がドッて出たらキュッて締めないといけないじゃないですか、うんうん、これ、まあ、どうせ締めるならこう体にええものでね、うんうんうん、締めたら、はい、これどうやって作るんですか？これはまたあのやりますか、はい、やりましょうかご希望の方は、はい、ね、またね私らが日にち決めなあかんって言いましたよね、そうやね、私も習いたいこれは、うんうん、あの好みがあります。あのお漬物とかがちょっと普段から苦手って言われる方はちょっと苦手な味になるかもしれないですけど、あのちょっとなんていうのかな、あの煮物にちょっと入れるとか、うん、酢の物にちょっと加えるとかっていうので、うん、まあ、毎日取った方がいいかなって、うん、まあ、こうわかめとキュウリの酢の物の時に、うん、お酢をちょっとお水で割るのと、うん、私とかで割るんやったらこれでちょっと割ってみるとか、うん、これって日持ちするもんですか？これはあの、はい、うん、もう作って自分の味の好みになったら冷蔵庫に入れるんですよね。だからどん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 乳酸菌がどん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 出てくるので、どん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 酸っぱくはなっていきます。あ、だからこうってなるぐらい酸っぱくなったりするのが嫌であれば、うんうんうん、ちょうどいい1週間ぐらいで飲みきる量を作ればいい。なるほど、はい、うんうんうん、まあその作り方は、うん、早い方がいいですね。そうですねてか浅い、なんか冬とかね体が、うん、冷たい時に一気にこう朝起き寝起きに食って飲むのはやっぱり今びっくりすると思うけども、あ、でもあのもともとこれは分解されてる細かくなってるものの集合体のスープなので、うん、飲めばすぐ体に行き渡ってくれる、微生物の餌となって行き渡ってくれるので、なるほど、暑い時
時とか、うん、汗かいた時にいいかと思います、うんうんうん、だから冬場とかやったら、まあ、言ったら冬場に相性のいい蜂蜜をちょっと足して甘くして飲むとか、あの飲みにくい人はね、まあ、私はもうこのままの酸味が大好きなんで、うん、これ本当美味しかった、うん、で入れていいのはもういろんな野菜入れてもいいから、うん、あのおすすめです。なるほど、はい、じゃあ早めに、はい、皆さんで腸活しましょう。では今回もこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル